ビーチクラフトはアメリカの飛行機メーカー。軽飛行機メーカーとしてはセスナ、パイパーエアクラフトと並ぶビッグスリーの一つ。1932年設立。1980年からレーセオン社の子会社となり、2006年からホーカービーチクラフト社のブランドとなっていたが、現在はセスナ、ホーカーと共にテキストロン参加となっている。1932年に カンザス州イチタでビーチエアクラフトカンパニーとして設立される。創業者はウォルタービーチ夫妻で設計主任者はテッドウェルズ。同年11月に最初の機体であるスタッカーウィングの初飛行に成功。第二次世界大戦中には軍用機も生産した。戦後の1947年により主力商品となる軽飛行機ボナンザを販売。 1964年にはビジネス用途の創発ターボプロップ機キングエアを市場に投入した。1980年からは軍需企業レーセオン参加となり子会社として事業を継続。1993年にレーセオンがブリティッシュエアロスペースの一部事業を買収したことに伴い、1994年にビーチエアクラフトコーポレーションは レーセオンエアクラフトカンパニーの事業部に組み込まれた。さらに2006年にはゴールドマンサックスとオネックスが共同で事業を買収し、ホーカービーチクラフトに社名を改め、ビーチクラフトは同社の一ブランドとなった。2012年3月にホーカービーチクラフトが連邦倒産法第11章の適用を受けた後、2013年2月より再びビーチクラフトの社名で、 経営再建を目指していた。後にテキストロンの航空機部門、テキストロンアビエーションの参加となり、ビーチクラフトのブランド名で継続している。モデル17スタカーウィングボナンザ海33、CUSAFT-6A テキサン通航空、自衛隊の T-400 パティロ、ドナルド M、A ヒストリーインザメイキング、80タービュラントイヤーズインザ。 アメリカンゼネラルアビエーションインダストリーニューヨークマグロー ISBN 0から07から049448から7ありがとうございます